ここからは言えば言うほどコニックスがお送りします。はい。で、また、あの、国に対するお金、国との関係のお金、はい、我々も関係、先の教育もそうですよね。はい、我々があって、国があって、教育があって、財務省やる文科省があって、そこにどういうお金が動いていくのかということですが、海老之助さんからいただいております。こんにちは。政治の動きがありました。首相は、安倍さんは 配偶者控除など税制上の措置や社会保障あ、社会保険制度の見直しを検討するよう関係閣僚に指示しましたと。まあ、こういうことですね。うん、またこれもまあお金が絡んできますよね、まああ。あ、あらゆる分野で締め付けが行われているなって感じがしちゃいますけどね。年年度以降にに行うう考えでで、うん、議論していくようであります妻ののの収に関わらず夫婦の所得控除の合計 計画を一定にする仕組みをとの声もあるそうですじわじわと負担が増えていってますね ね。消費税は上がるわ。うん、こういうまた負担も増えてくるわ。ね。私らで言うと年金はだんだんなんか支給される額は減ってきつつあるわということでね。はい、うん。この方もちゃんと負担が増えていますね。消費税もありますしね。女性の労働者を増やし、年金の第3号も廃止になるでしょうし、携帯電話税も待ったなしでしょうし、あ、こんな話もあったね、そういえば。はい。携帯電話税。あななんんかそんな こととも考えてるみたたいなチラッとニュースでありましたね国民が大概使うだろうというものに昔塩とかね、はい、今でもお酒とかね、うん、そういうものに税金かけていけば確実やっぱりね、はい、政府の収入になってきますよね、うん、今国民のうちのもう何割かが持っている携帯電話街、はい、から公衆電話が消えていく昨今、うん、携帯電話にかけたらそりゃあんた。 結構、いきますよ、ね。大きい収入になると思いますけど、うん、そこちゃんとインフラにかけるってことですか。そういったもの。だから、いろいろ取られても、うん、豊かさがなんか。 らあ取られた分、ちゃんとここに使って便利になったなとかね。はい、ちょっとここが楽になったなぁっていうところが感じられればいいんですけど、はい。まあ、携帯電話税も待ったなしで少子豊かで平和でいい時代だと思うけれども、未来が増税ばっかで辛い時代だよなと思います。おっぱい枕さんからもいただいておりますけども、配偶者控除の見直し。まあ、これ、 ね、配信が正しいのでしょうが、まあ、しょうがと、ま、この方言ってます。安倍首相が見直しを指示しました。これも女性の社会参加を後押しするものするものだとの言い訳なんでしょうが、 保育園も満足していない介護基準も厳しくしてしまって施設に入れない老人の世話を家庭に押し付けといて誰が世話をしていると思ってるんでしょうか夫婦とも社会で働き収入を得たいのが本音ですが今の社会形態では多くが女性を家庭に押し込めてしまっているのが現状ですよね。たとえ安倍さんの描く通り働きに出たとしても会社は正社員などやトイレはしませんよ。せいぜいパート 派遣社員ででお茶をすすだけですそういえば派遣労働者の雇用形態も快悪してしまうらしいですよね、うん、と3年が云々という話ありましたですよね、うんはい、それはやっぱりちょっとこう変えてという話すなわち奥さんが働きに行こうと思っても結局パートやら何やらねえ で派遣も条件悪くなるしねえ、かうん、あの一個一個こういうことが起こるたびに、例えばまあ今回の場合なんかは、女の人が社会進出できるように、働きやすくなるように、外に出られるようにっていうことで、うん、あ,あそうなのかなって思うんですけど、その一方で、さっき言ってたそのえ、じゃあ、働きに出た先の環境っていうのはどうなのかっていうと、うんうん いわゆる正社員にはなかなかなりにくくて派遣になったら割とあっという間にスパッとこう切られても文句が言えないみたいなようなそういったこう状況になるんじゃないのみたいなことが言われてたり介護に関してはじゃあなるべく家でやれみたいな話になっててじゃあその介護は誰がやるのって言うと奥さんになっちゃうんだったら外出られないなんてで介護じゃあ奥さんじゃなくて旦那様にお願いしようと思ったら旦那さんは何だろうあの 残業しても残業してもお金つかないみたいなところの。最近そんな話ありますよね。話があったりとか。じゃあ、あの、しょうがないから、おじいちゃんおばあちゃんに預けようかと思うと、子供で、今度、おじいちゃんおばあちゃんも、いや、65で定年とかって言っても、働かないとだめだからみたいな話になってて、もう孫なんて預かれませんっていう。 その一つ一つの何か全部理由は、何か言ってることは、政府が言ってることは、そうなのかって思うんだけど、うん、それを全部まとめて、じゃあ、私たちが日本の中で暮らしていくときに、どういう行動を取ればいいんだろうと思うと、八方塞がりみたいな感じで。一貫してないようなね、えー、この方向でずっといきますよ、ああ、ああ、ああ、と、うなずけ、こっちをうなずいたら、こっちどうなるんやとかね、はい、いうことでしょう。まあ確かにあのあ、このキングボンビーナミちゃんからのお便りもちょっと読みましょう。うん、師匠が配偶者手当の見直し権 で国家公務員で選考とで共働き世帯にも支給1人で生活の人はとても大変ですわ1人だからいいじゃないかと思われる人もいると思いますが毎回給料明細を見てびっくり家族がいた時とは運命の差でね これでもか、状態で、えー、えー、こんなにと、もう、いろんなもん取られて、手取りは生活していくのがやっとでね、えー、目いっぱいこの節約状態になっておりますと。あの、この人は工場が今まであった、いろんな家族とか、なんかと、いとかは,いはい。いろんな条件で。はい、あった。それはまあ一人になった時に、うん、えー、というで、ね、あの、ずいぶんそれで助かってはいたけども、これがもし撤廃ということになるとね、うん、えー、多くの人がこういう感想をいただ しかも一人になったんで、うん、えって、それでもこうやって辛いわっておっしゃってる方がいる中で、うん、で今回っていうのは、じゃ家族がいたまんまの状態で、その条件が外されるってことでしょ、うん、ざっくり言ってしまえば。 まあ、あの、いろいろ僕ら文句もありますけれども、うん、まあ、あの、こういうふうな話が出てくるには、話が出てくる、まあ、一つの理由もあり、はい、ね。例えば、103万円ですかなんか。あこの,パあの,あの壁って言われてますね。配偶者控除を受けられなくなる。はいはい、なる、はい、ですから、そういうのが今、働きに出ている奥さんたちなんかも、はい、103万円超えそうになったら、はい、あの、ちょっと、あの、休みますと。うん、ね。 あの、休ませてくださいとかっていうようなことで、えらい年末混乱したりする場合もあって、で、こういう枠があるからこそね、こういうことでんで、結局、あの、世の中が回っていかない、職場で、こういうこと、この規則のために、あの、人手不足になったり、あの、苦労しているのな現状もあり、と、まあ、こういうところの例を出して、 <で>ね、いろいろと、まあ、だからこそこの今回、配偶者手当うんぬんという話になってくるわけこれも、ねまあ、よく言われていることですけどあのいわゆるそこの微妙なところでの収入の問題で控える人っていうのは確かにいるんですけどただ、やっぱりもっと あの働きたくないから、この辺のところの工場を受けられるために一生懸命頑張ってるわけではなくて、もっと収入が、だって、家計が苦しいから働きに出てるわけですよ。だから、103万円超えたって、もっと収入が増えるんだったら、どんだけでも壁乗り越えて働くって人もたくさんいるんだけれども、 そこがなかなかできない現状なので、ここの部分で躊躇するわけでしょ、ここ撤廃したからといって、じゃあ働こうっていう話では、なかなか他にも働けない環境っていうのがあるからこそだと思うんですそれだけでも働けるんであればね、103万円とかなんかの壁なんか、どうでもいいわけですよね、ガンガンね、年収何百万、自分が頑張ってね、500万、600万、800万ぐでもなかなか、の方がそまでさっき言ってた時間もそうだし、子どもの問題も。 問題もあるそ,うそうだし、制度自体のね、派遣の問題とかね、うんうん、というようなことはあって、るのでなかなかな、はい、政府の今いろんなさっきの教育の話もそうだし、うん、行こうとしてるところになかなか頷けんような、うん、我々がいるなという感じがしますね。